第10試合スーパーファイト K-1 ウェルター級ワンマッチを行います。青コーナー184センチ67.2キログラム、トルコ ARJ トレニゲン、ハサン・トイ。トルコの破壊神ハッサン・トイ、果たしてその実力は。赤コーナー175センチ67.5キログラム、日本 K-1 ジム相模王のクレスト、第2代 K-1 ワールドグランプリスーパーライト級王者、ロイリー正明。怪物が名古屋に帰ってきました。ジャッジ西村博士、太田純一、杉村圭司、レフェリー豊山稔。 K-1 名古屋大会K-1 ウェルター級の一戦、ノイリ・マサーキ対ハッサン・トイの一戦です。中村さん、このハッサン・トイという選手、はい、ものすごく強いようですね。そうですね、こうウェルター級のこのカテゴリーの中ですごくね、あの世界的にも活躍している選手で、まあ本当にあのタイミング合えばね、前々からいつか K-1 に呼びたいなと思った選手なんですけど、はい、まあ実際このタイミングで呼べて、ノイリ選手と試合を組めたっていうのは、まああの個人的にもすごくあの興味深いですし、この一戦は楽しみですね。いや、久松さん、どんな試合になるんでしょうね。はい、そうですね、もうでもノイリ選手はいつもポンポンってこうパンチを打って帰っていくので、今回はどんな KO を見せてくれるのかなと楽しみです。はい、ちょっとハッサンはあれですね、舘ひろしさんに似てますね。でもすごいハンサムですよね。そうですね、端正な顔立ちのハッサン・トイ、この選手すごくアグレッシブですからね。はい、パンチでどんどん、僕が見た映像では出てて、パンチから膝につなぐ選手でしたね。結構ね、似てるんですよね、2人戦い方が。なるほど。で距離も似てるんで、多分噛み合うと思いますよ、これ戦ったら。あの膝蹴りが真下から来るんで、はい、あれでこう切られたりしされると嫌ですよね。あ、確かにこう、いや、松尾さん、本当に似てますね。似てますよ、構え、そして動き一つ一つ。まあ、ハッサン・トイ自身もノイリと自分は非常に似ているタイプだと語っています。あーっと、効いたか、どうだ、ボディ効いた、左のボディからさらに前に行く、ハッサン・トイ少し動きのリズムが変わった、もう一度ボディ。ノイリは左ボディ強いですよね。はい、あれは本当に大きな武器ですよね、関根さん。結構これで倒してますからね。さあ、ハッサン・トイ、先ほどボディはどうだったか、ちょっとリズムが変わってまた立て直してくるか。左ミドル強烈。やっぱノーリは本当一発一発強いですね。はい、攻撃が強いですね。一撃一撃がもう毒針のように相手の息の根を確実に仕留める。ハッサンが全然前に出れないですもんね、下がらされますからね。ちょっと本当に流れが変わりましたね。空手ベースの K-1 スタイルの一つの完成形みたいな戦い方ですね、ノーリ選手は。はい、こう体の圧力使ってガードを上げて前に出ていってプレッシャーをかけていく、で近い距離のパンチと蹴りで攻めるっていうスタイルとしては、はい、まあ、本当にもう確立されてますよね、この戦い方が。そうですね、まあ、他の選手からしても絶対に真似できないっていうような声も聞こえてきます、はい、このノイリ正明のスタイル。おお、まあ、前蹴り伸びてくる、リーチがありますからね。184センチ、ノイリよりも身長10センチほど高いというこのハッサン・トイです。この階級ではちょっとズバ抜けて高いですよね。そうですよね、やっぱヨーロッパの選手、こう結構回復も早いんで、はい、戻ってくるかもしれないですね、ハッサン・トイも時間経ってくると。まあでも本当さっきボディ聞きましたけど、まあもう今普通に動いてますからね、はい、かなりこの前に出るというところもハッサン・トイ見えてきました。あ、ローいいですね。ハッサン・トイム返します。ノリ選手ね、トランクスに隠れてますからね、もも太いんですよ。おお、しっかりしてます。ボディを打っていく、先ほどあの左のボディが来ました、これだ、強烈ですね今の。マサトさん、あれは簡単にガードもできないですか。まあ、あの 今のところガードできてないですね。やっぱあのボディ打つことによって他の攻撃も入りますからね。はい、でもハッサンも今、あー、この左振り、まあ、嫌がってますよ。そして膝、おー、今ハッサンの膝強いの返しましたね。ここで第1ラウンド終了です。まあでも本当ノイリの試合はいつもこう緊張感というか、いつ終わるのか分かんないんで、見てるこっちも力入りますよね。
まあ一応ノイリーペースでしたよね。そうです ね。K1 名古屋大会をお送りしています。ノイリー正明対ハッサントイの第1ラウンドが終了しました。いや久松さん、はい、レベルが高いですね。そうですね、お互いこう殴ったところが分かるかって分かるってぐらい硬くなってるのがすごいやっぱ威力があるんだなと思いますね、はい、そうですね、もう体とかもかなり赤く腫れ上がっているのがお互いあります。さあ第2ラウンド、もうハッサーの背中にくっきりノイリーの足跡ついてますからね。そうなんですよね。左のハイキック打っていきました、ハッサントイ。おあ、ハッサントイも左のボディ返していきました。膝、あの膝は得意です。膝が怖いですよ本当に。今ちょっと首を掴んで膝蹴りを放ってしまいました。首相撲の膝蹴りは K1 ルールでは反則です。あ、ちょっとここも多彩な攻撃見せてきます、ハッサントイ。あ、うまいですね、ロー。ちょっとロー嫌がってますよね。マサトさん、この第2ラウンドはどういうところポイントになりそうですかね。はい、まあ、やっぱりこう、まあ、ボディ打ちで、まあ、効かすことができるか、あとは本当にハッサンの膝だけ気をつけた方がいいですね。こう顔に来る膝。なんとここは、あ、トマトボディだ。そして右のストレート、ガードの合間、ハッサントイも徐々にノイリーに打撃を当てていくか。ガードしています、ハイキック。お、サウスポーにスイッチしました。そこからすぐまたオーソドックスに戻したハッサントイ。でもやっぱりこうなかなか、いつも普段もうちょい下の選手だったらこう一気にノイリーのペースになっていくんですけど、なかなかしぶといですよね、ハッサンも。確かに、うん、簡単には KO はさせてくれません、ハッサントイ。あの足の膝いいですね、ノイリー選手の。もうもう今やってるやつですね。あ、膝をももに打ち込んでいく、はい、そうです。あ、昔からお得意なんですよ、ノイリー選手。はい、まあ、ももかんだなんて言ったりもしますが、いいですね、コンビネーション素晴らしい。右のフック、ハッサントイです。あ、今のももを蹴っていったんですね、はい、あ、逆ロー、逆、奥足もちょっと効いた。あー、ローキック、足が蹴り返す。残り時間は1分です。おお、おパンチ求めるか。ちょっと怖いですよ本当に。あ、この左ボディです。何度も何度もこのハッサントイのレバーに打ち込んでいきます。アッパー、そしてボディの連打。あ、そして再びももを蹴る。ハッサントイもこのロー、そしてアッパーと混ぜていきます。ガード硬いですね。いや、なんか関根さん、しかもさらにこう近い距離での戦いになりましたね。ハッサントイは顔面は打たせませんね、はい、こうかなりボディ足への攻撃が食らっても簡単に顔面は打たせません。右ストレート、ノイリーの顔面に当たった。ダメージはどうか。いや、ノイリーの右ストレートもある。ものすごいコンビネーションだ、ノイリー正明。ハッサントイも強いですよ。そうですね。お、第2ラウンド残り時間わずか、うん、膝が打点高いハッサントイ。ここで第2ラウンド終了です。高度なやり取りですね。ノイリー対ハッサントイをお送りしています。中村さん、何かもうこの2人の打撃一つ一つもう芸術的ですね、はい、そうですね。もういつもだったらこうノイリー選手はこう引かせてここからペース持っていくぞっていうような展開からやっぱ踏みとどまってまた攻撃返してくるんで、やっぱこういったところは今まで戦ってきた相手とやっぱ違いますよね。噂にたがわぬ強さですね。間違いないですね、関根さん。さあ、ファイナルラウンド、ダウンは生まれるのか。バックスピンキックです、ハッサントイ。お互いタイプ似てますよね、パンチの連打から膝蹴りまで持っていくっていう、はい、だからこそこの噛み合う試合、まあ、こうなってくるときに
松本さん、似てる相手ってなるとまたどうなんでしょう、やりづらさというかやりやすさとなるのか。やりやすい、やりづらさはないんですよ、はい、やりやすいんですけど同じような高い膝、でもタイミングバッチリしたね、膝入りましたもんね。同じような技でどっちが強いかっていう勝負になるんですよね、はい、あとはここで一発どっちがあるか、一発当てることができるか、うん、その一撃で仕留める技、それは両者持っています。でもやっぱこうなって前に出てる方がやっぱこう押してる感じありますよね。そうですね、さあここに近い距離です。右のストレート、いや本当に久松さん、どこから攻撃が飛んでくるか両者分かりませんね。もうそうですね、3ラウンド目になってより一層なんか緊張感もしましたね。うわ、前蹴り、今のもピリピリと、そして一瞬この体が動くとビリビリという衝撃が走ってくるような、そんな試合展開。ノイリーも簡単にこのハッサントイを崩すことはできません。フック、そしてアッパー混ぜる、いやノイリーのコンビネーションだ、コンビネーションだ、ハッサントイも返す。第3ラウンド差をつけられるわけにはいきません。ハッサントイローかなり効いてるはずなんだけどな。関根さん、ちょっと左の太ももですね、あそこが確かにハッサントイ真っ赤ですもんね、関根さん。こっからしつこいのがこう海外の強豪選手なんですよね。マサトさん、そうですか、効いたけどこう動きが落ちないのが、まあ、だからウェルターとやっていくってなると、ノイリー選手のそういう壁との戦いですよね。なるほど、さあボディから、おうガードが硬い、ハッサントイ、ハッサン今苦しいですね。苦しいですか、苦しいですよ、はい、左のボディがあった、パンチを散らす、もう一度ボディを打つ、ハッサントイは膝返す、ボディ効いてると思いますね。動き落ちましたからね。いや、マサトさん、それでもでも仕留めきれない、それでもしぶとく出てきますよね。こう、ノイリー選手が鼻血出るところってほぼ見ないですよね。確かに今ノイリー鼻血出てますね。でもこうボディが効いた後だと、この後にも上のパンチも入りますからね。はい、がっちりとガードを固めるハッサントイ、ノイリーローキックある、左ハイ、右のハイ返す、ノイリー場内がおーっと沸きました。3分3ラウンドがここで終了です。世界トップレベルのウェルター級の戦い、9分間が過ぎました。いやー、関根さん、ちょっとまだ見たい気もしますが、本当ですよ、あのね、物足りない、この2人に3ラウンドじゃ、はい、そうですね、4回5回あったらまた流れ変わりますからね。 5見たいね、もう1ラウンドとなるのか、まずは判定となりますが、久松さんはどんな印象でしたか、この戦い。そうですね、ウェルター級今盛り上がっているじゃないですか、はい、それでこういう外国人選手が出てくるっていうのはさらにさらに盛り上がるんだろうなって楽しみにしてます。まあ、この階級の今のチャンピオンは久保優太選手です。そして木村フィリップ実選手もこの 67.5 キロウェルター級で戦っているという階級。今度こういういい選手同士で、まあ、微妙な判定になった場合は両者が承諾したら、お待たせいたしました、判定結果をお知らせいたします。特別ルールジャッジ西村承諾すれば29対29、ドロー、1人目ドロー、ノイリはちょっと首をかしげた。ジャッジ太田30対29、赤ノイリ1ポイント差、ノイリ。ジャッジ杉村30対29、赤ノイリ。以上、判定ノイリガサーキ、判定2対2、強豪ハッサントイを下しました。いやー、ただ中村さん、まだまだ終われないぐらい、それぐらいの内容でしたね。まあ、本当にここまでね、ノイリ選手が追い詰められたわけではないですけど、はい、互角の勝負を見せた、やっぱハッサントイは実力者だと、まあ、思いますし、またね、他の選手と、ね、戦ってみたらどうなんだろうっていうところも見せたと思うので、はい、すごいやっぱ強い選手だったなと思います。中野さん、先ほど、はい、関根さんが5ラウンドでっていうような話ですけど、まあ、そこはね、ちょっと審判団との競技もありますけど、はい、株式会社エンブリン
ノイリ選手がね、でも こういった強豪と戦っても、ね、ギリギリのところでもやっぱ競り勝つ強さっていうところも、あの最近なかった強さを見せてくれたと思いますね。はい、今度ハッサントイ、もしこの階級の トーナメントあったら外人枠で呼ばれますね。いや、呼んでほしいぐらいですよね。もう何戦か見たい、見たいですよ。他の、まあ、それこそ本当に久保選手、木村選手、そういった強いウェルタン選手いっぱいいますものね。はい、木村と見たいですね。見たい。久山さんどうですか。いや、見たいですね。本当にもう、すっごいレベルのトーナメントが開かれるんだろうなって思います。まあ、もしそうなればというところですけど、はい、さん、あれ地元名古屋の地で強さを見せつけました。次どうですか、正明。木村対ハッサントイ。そうですね、3月、まあ、はい、いろいろ提案が、はい、まあでも負けたのにこんだけ寄れる選手いないですからね。そうですね、はい、選手、まあ、そしてそれに勝ち切った野入正明、やはりこの男怪物、どこまで一体進化を続けるのでしょうか。野入正明、この2019年を勝利で締めくくりました。